開封したりしたいです、うん、まだ届いてないんですよ、ちょっとやりたいのが。そう、私髪伸びるの早いんですよ。だって去年の6月ぐらいにこの辺まで切りました。もう15センチくらい伸びた。恋に無駄口、楽しみです。楽しみにしててください。コメコメニニニニ、シャイニーエナジーでしたっけ、シュアリンシェアリンエナジーじゃなかったっけ。今日のイヤリング、ハニーミーハニーのです。スタイルブック見返してます。嬉しい、どうもありがとうございます。この前ボブにしたのです。お揃いしましょう。お揃いねできないんですよ今、ちょっとね役をツインテールの役をやってますので。 TGC 開講に可愛かった、よかった、嬉しい。今日はチョコパイ食べました。今日入学式だった、おめでとうございます。何年生なのかしら。フィルムカメラで写真撮ってますよ。まだちょっと現像に行けてないので、現像に行けたら載せます。朝ごはんは日によりますね。食べる日もあるし、ノーマルですか。そうです、フィルターつけてないです。フィルターつけますか。フィルター遊びのお時間。あ、来た、あ、すごいハートが降ってきてる。ハートが降ってきてます。ハートも降ってくるし、あれ降ってきない、ちょっと顔変わっちゃう。ダンボさん、ダンボさん、みたいな感じですね。顔がモドタイプです。どうもありがとうございます。新しい友達ができるか心配。確かに出会いの季節ですもんね。ニューイヤーすごい、はい、してます。キランキラン、カマの指輪。そう、でもフィルターつけたらね、いつもノーマルにしてって言われるから、ノーマルです。高校生に戻ってやりたいことはね、あんまりないですね。やりました、やりたいことは。まーちゃんの最近のアイメイク濃いめね、濃いめってみんな思うじゃないですか。薄いんですよ最近。でもアイラインは長いです。そう、アイラインだけ長くしました、最近は。なんかブラウンとか使わずにピンク使ってます。紫系の。今日のリップロムアンドです。なんて色なんだろう、これ25番です。最近クレタンとお酒会えてない。最近ね、私があれね、ドラマの撮影でね、なかなか会えてないですね。ハートして、ゼロワンの時より可愛い。日々更新してますから。
とはい、アイラインは今日はブラウンです。クラム、ダークブラウンですね。アイシャドウピンクです。ちょっと紫みのある感じの。シャツの下は部屋着用のね、白のなんかこうスカートです。スカートこうお部屋で履く用のシャツはロマです。これメンズの方も着ていただけるので、ぜひ。メイクは気分によって変えます。パーソナルカラー意識してメイクしてますか？パーソナルカラーというよりは好きな色を意識してます。最近のマイブーム教えてください。デリシャスパーティープリキュアのエンディングのダンスダンス踊れるんですよ私。練習しました。のあちゃん顔好きって言われるの嫌じゃない？嫌じゃないんです。私も私の顔好き。村井新英隊ありがとうございます。シャツ可愛いですね。ありがとうございます。イエベとかブルベどうしたら分かりますか？あの診断の先生のところに行く、こうなんか布当ててもらうんじゃないでしょうか。でも私はこう人によって何っぽいね何っぽいねって言われるのは違います。分からん、真相は分からないけど。夏に向けてシャイ T シャツもん、シャツも T シャツも買えます。ぜひ。最近バビちゃんと遊べてないです。最近遊べてないです。前髪固めてないです、ね、分厚いのでそんなにね崩れないですね。厚めなので。ん今日何時までインスタライブするの？今日はねそんなにしないです。髪切る予定はないですね今のところ。新しい服、そうですね、もう秋冬です。楽しみですね。カバンいつ、カバンって誰も言ってないですカバン、ん、前髪がいつも横に流れてるのは癖。でもそうですね、ここに私は癖があるのでこう真ん中がなってなりますね。久しぶりのライブ配信な気がします。そうなんです。なんかもうしばらくできる、ロマは分かんないけどできる暇を見つけられなさそうなので、今日お仕事終わりにやろうと思って。ちょうどね昨日放送でしたし、村井の声、ロム&の25番です。リップは会いたいな、会おうね、にゃん。会える予定は今のところないんですけど、作りたいなと思ってます。なんでお肌チルチルなのでしょうか？なんでですかね。でも、ストレスフリーに生きていくことだと思います、ね、いろんなこと、今月ん今発売してるラブムで 100個ぐらい、インナービューティーと普通のビューティーのご質問にお答えしてるので、ぜひ見てください。ピースしてくださいな、ピース。イヤリングです。なおちゃんキラキラしてて可愛い。はい、キラキラ。
姉じゃ、姉じゃです。なんだ妹よって。なんかでもリコちゃんね、姉じゃが多分相当気に入ってるっぽいんですね。現場でも姉じゃって呼んでくれます。バカンです。何時間睡眠、本当に日によりますね。 4,5 時間じゃないですか。のあちゃんはプリクラでよくやるポーズなんですか？プリクラあんまりね、最近、最近これもうね、知ってると思う、みんな知ってると思う、私がこれをね、もうすごいやってることはね、てると思うんですが、クマとかできないの。なんか私ね、クマわからないんですよ。なんかクマできちゃってる、隠すねみたいな感じでメイクさんに言われたりするんですけど、私見てもん、クマどこにあるんだろうってなるんですね。だからクマわからないんです。私、人のクマもわからない。クマが、そう、クマがわかんない。そうなんです。小顔マッサージとかしないですね。あの小顔マッサージ、ここね、肌がね、摩擦が起きちゃうので、私はね、こうむくみ取りたいときはこのリンパ筋をメイクするときとかマッサージします。ここの首のこう。夜ご飯何食べたいですか？今ですか？うん、お肉食べたいです。なんて呼ばれるのが一番好き？呼び捨て以外だったら何でも好きです。クマか涙袋の影か分かんない時ある。おー、なるほど。なんか分からないんですよね。まつゲパーマ私したこと あるんですよね。中学生ぐらいの時にしたことあるんですけど、その時はあんまり良さが分からなくて、でも今はこう進化してるじゃないですか。なのでやってみたいんですが、まつげしないメイクも楽しみたいから悩んでます。髪の毛地毛です。のあちゃんにもモチベーションってありますか？モチベーションはね、ありますよ。最近の成功、最近の私の個人的なですっていいですか？個人的なので言うと、そうですね、青いフォトグラフとかは最近よく聞きます。前髪どうしたらそうなるんですか？もうね、まっすぐ切ってるだけなんですよね。のあちゃんのバッグ気になる。普通のですか？日に、お洋服に合わせて変えるんですか？現場バッグは、台本とか入れるのはセーラームーンのトートバッグを使ってます。どうしたら肌が白くなりますか？私はもう本当に日に当たらないことですね。これは完全にもう日傘を毎日さして家から基本的にあんまり出ない出るけど、出るときはもう絶対日傘さすとかじゃないですかね。伊豆ちゃん見て好きになりました、ありがとうございます、嬉しい。いまだにもう2019年2年、だってもう2作品だから、前だから、2個前だから
なのに未だにそうやって言ってもらうのありがたいですね。お仕事始まってスーツばっかりでロマ着れなくて辛い。もうお休みの日にいっぱい着てあげてください。アイカツ知ってます？アイドル活動のやつ。私の行ってたサロンのお姉さんがアイカツ大好きな方で、すごいおすすめされたことあります。アマミヤいちごちゃんでしたっけ。ドラマはねあんまり見ないですね。積んで会長って浴衣演技してたら混じっちゃいそう。そうなんです。まあ現場と雰囲気が全然違うから大丈夫なんですけど、うん、楽しいですでも。星宮だ、ごめんなさい、星宮いちごちゃん。プリキュアは世代なのは5なんですよ。プリキュア5でも、あの2人はもう見てました。スプラッシュスターも見てた。だから2人はあとスプラッシュスターと5の面白はあります。結構綺麗な状態だったんですよ、この間実家から送ってもらって。でも最近好きになったのは魔法使いプリキュアとスターティンクルですね。キュアプラババ。小さい頃仮面ライダー見たことなかったです。もうそれこそ本当にプリキュアとかセーラームーンとか見てました。ハートキャッチ、ハートキャッチ、ハートキャッチはフレッシュの次か。小さい頃から変わらないところはどこですか？自分の世界に行きがちなところですかね。なんか、パッふっとした瞬間になんか言っちゃいます。ぼなんかあってなんかなんかもう空想の世界に飛んでっちゃいます。なんか現場とかでドキドキは見てないです。ドキドキはハートだっけ、キュアハートとかなんでしたっけ。5555私もミルキーローズでしょ。ミルキーローズが私も一番好き。5だと555ね。ちらわのキャラ何が好きですか。イズちゃん、アズちゃん。プライベート大阪行って、あ、あります、あります。地元が近いのでよく行ってました。なんか地元っていうのってなんかどうなんですかね。なんか最近思う、地元っていうのってなんか地元の他の言い方ってあるんですかね。地元以外の言い方ってあるのかな。なんか地元ってなんかなんていうの、故郷故郷ってね。なんだろう、なんか他の言い方ないのかな。マスカラエチュードハウスです。高知県のおすすめスポットはですね、でも街並みがねやっぱこう都会ってなってないので、都会してないので
ふるさとね、ふるさと確かに確かに、ふるさとでもふるさとなんて普段使いできるやつがいいんです。あ、出身地、あ、なるほど、確かに出身地ってなんかあのあれっぽい、お仕事っぽい。あ、出身は出身じゃないですか、出身、私出身は高知県なんですけれどみたいな。なるほど、沖縄行ったことないんですよ、行ってみたいです。腹こに出てないです。前髪少し巻いてます。今好きな食べ物とかありますか？チョコパイ、生チョコパイとユッケです。髪伸びました。そうなんですよ。どうですか、どっちが好きですか？私はどっちも好きです。え？もうもーちゃんどこで会えるの？会える機会作れるように頑張ります。ストレスフリーの秘訣は、自分が何をしたら喜ぶというか、自分の好きなポイントを日々の中で見つけていくことですかね。今日から高校生になりました、おめでとうございます。マック食べます。三角チョコパイの CM やってました、いちごのマック好きです、大好き。アイコンノーニャにした、どうもありがとうございます。抹茶のお菓子好きですね、和菓子も好きです。詩を書くときのコツある、なんかあんまりこういい文章を書こうって思いすぎないことですかね。なんかふわーってなんか思い浮かべる感じです。スタバのコーヒー牛乳美味しかったです。いちごの三角チョコパイ、私もねすっごいたくさん食べた、あの時信じられないぐらい食べてました。高校生でやっておいた方がいいことを教えてください。制服でたくさん写真を撮るのがいいと思います。私はお仕事柄今もね制服で二役やってるので写真撮る機会多いんですけれど、やっぱりそういうお仕事じゃない方ってあんまりなくなってしまうと思うので、まあね、着るのは自由ですけれど、モチベーションはね自分が可愛いことですかね。自分の常に完璧なコンディションでいることがモチベーションです。ノアニャンの声って子守歌みたいな安心感がある。あら素敵な褒め言葉、どうもありがとうございます。社会人にエールをください。頑張らなくてもいいです、自分のために日々生きてるだけで偉い。あだ名はノアニャンですかね。ノアニャン、ご飯まだ食べてないです。美味しいご飯を食べて明日もお仕事頑張りたいと思います。スタバのチーン作チョコバナナとバナナだって、うん、美味しそう。チョコバナナ美味しそうですね。今日入学式でした。すごい。今日入学式の人すごい多いですね。おめでとうございます。今日はチョコパイを食べました。すっぴんで外出することってなんかこうサロンとかそのエステというか美容皮膚科、皮膚科とか行くときってこうマッサージとか行くときってこうマッサージしてもらう、クレンジングしてもらわなきゃいけないじゃないですか。でもクレンジング、こう拭き取りのクレンジング私あんまり信用してなくて、なので
そういう時はすっぴんでいきます。それぐらいです。桜餅パン美味しいんですね。食べてみたい。好きな食べ物はチョコレートとチーズ、フレッシュチーズとお肉です。女子バスケットボール部ってかっこいいと思いますが、とってもかっこいいと思います。というか何かにを頑張る人ってかっこいいです。指輪見せて。はい、ロマですよ。これロマの細いリングのセット。ブログ書きますまた。じゃがバタスタンド更新します。ごめんなさい。そうですね、もう4月になっちゃいました。ちょっと頑張ります。書きます。ちょっとね、野菜も食べれるようになってないです。今日のリップはロム&の25番です。スタバはフォアモちゃんしか飲まないことはないです。新作出たら飲んだりしますよ。好きなお菓子は何ですか？チョコレートとグミです。大好き。紅茶大好き。大好きです。紅茶大好き。髪染める予定もないです。一旦ね、ドラマの撮影終わるまではないですね。なんちゃってツイン、いいでしょう、しますよ。YouTube する予定ないですね。はい、やめて。ドラマ撮影長いですね。結構朝から夜まで。なんでね、その一日中メイクしてることが多いから、こう肌になるべく負担をかけないように頑張ってます。これからもたくさんお仕事やらせていただきます。よろしく頼みます。今日はお食事はチョコパイだけですね、今のところ。夜ご飯はこれからです。袋取りたいと思うんですけど、どう思いますか？いいと思います。やっぱ自分でね、取捨選択っていうんですかね、捨取じゃないよね、取捨選択、そう、取捨選択をしていくことはすごく大事なことだと思います。私は自分が袋いらないと思うんだったらなくていいと思う。でも魅力的な、自分が魅力的だなと思ったら残しておいた方がいいと思うし、1日1食なんですか、 1.5 食ぐらいですかね。基本的に鶴島苗字とかかっこよすぎ。わかります、かっこいいですよね。私の苗字本名なんです。父に感謝ですね。お腹は空いてないけど何か食べたいって時たまにありますね。何か食べたいはないけど、お腹、何か食べたいはないかも。お腹すごい空いてるわけじゃないけど、チョコ食べたいとかパスタ食べたいとかありますよ。チョコパイだけでお腹すきますよ。お腹すくので夜ご飯食べますけれど、食べたあの朝なので、お仕事前に食べたの。姫カットあります、ここに。デイカちゃんの姫カットが。デイカちゃんもね、恋に無駄口も村井の顔も皆さん漫画でおさらいしといてください。鶴島親衛隊の皆さん。のーちゃんの前髪見てたら前髪切りたくなった。切ってくるわ。素晴らしい行動力、拍手。チョコパイ大好きです。好きな炭水化物はクロワッサン大好き。パンが好きです。完食はしないように気をつけてますか？
あ、完食、うん、完食はします。なんか私例えばじゃあ6時ぐらいに入り、お仕事6時に集合だとするじゃないですか。で6時ぐらいで夕方のじゃあ6時に終わるとするじゃないですか。その間はグミとかしか食べないです。なんかお腹いっぱいになると眠くなってしまうので、なんか体が重くなっちゃうんですよ。なので顔がむくんだ気がしちゃうので、お仕事中はよほど美味しそうなお弁当かよほど美味しそうな差し入れがない限りは食べないです。でお家に帰ったり、あのディナーの約束とかがある日はそこで好きなだけ食べますって感じですね。親衛隊ってね、なんか安心感ありますね。そうラルムで詳しく書いてます。その辺はダイエット法とかは、花粉症じゃないです私。ちょっとそろそろですし、お腹が空いてきましたので終わりにしたいと思います。皆様良い夜お過ごしくださいませ。イベントとかね、交流の機会があったらぜひ会いに来てください。そして声に窓口と村井の声もよろしくお願いいたします。感想もたくさん待ってます。バイバーイ。ではおやすみなさい。